麦つくは、小イカ麦つく族に分類される、淡水魚。日本ただし、ビワ湖内と、その流入河川でも、稀に見られる、大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国。全長10から15センチメートル。体色は、背色は、褐色で、複色は白色。粉炭から、尾ひれの規定まで体軸に沿って一本の太い黒色の、縦体が入る。この縦体は、 10センチメートル以上の成熟した個体になるに伴い、消失する。稚魚は角ヒレが大色に染まる。粉炭は細長く尖り、下顎に一体のヒゲがある。側線は完全。流れの緩やかな河川、溶水路等に生息する。数尾から十数尾からなる、小規模な群れを形成し生活する。中高性。性質は臆病で石の下や水槽等の物陰に、 潜んでいることが多い。食生は動物食傾向の強い雑食で水生昆虫や藻類など石をつつきながら食べる。繁殖形態は卵性で4から6月に石の元、水槽等に卵を産み付ける。親にラミやドンコ、ブルーギルに拓卵することもある。受精卵は水温22から25度で約4から5日で孵化する。 開発による生息地の改変に伴い、本来の生息地では生息数の減少が見られるところが多い。一方で人為的に関東地方に移入されている。一般的ではないものの食用とされることもある。肉は淡白で塩焼きから揚げ、ンド煮などにできる。肉質は良い。ただし内部寄生虫を保持する可能性があり、生殖は進められないとされる。 最終方法としては網を使い水草を救う他に、釣りで捕らえることもできる。観賞魚として飼育されることもある。鮮やかな縦帯と橙色のヒレを持つので、日本国内に分布する淡水魚では人気が高く、飼育も容易とされている。本来の生息地ではない地域でも販売されているが、野外へ流出した場合、持つごと雑種を形成することによる遺伝子汚染や、 病気の電波等の危険性が指摘されている。加えて、本市を含めた、国内入手による生態系の拡乱が懸念されている。ババ、アルカリノ、K、カウンタータクティックスオブザ・ジャパニーズ・アウチャ・パーチ・セニー・ペカ、カワメバリ・アゲンスト・ブルード・パラサイト・ザム、バイ・ザ・ジャパニーズ・ミノ・パントン・ワ・アーチ、ジャーナル・オブ・エソロジー・ボリューム16、ナンバー2、ピアニッシモ、 67から72、あゆの放流時に混入しているという説や、干渉業店、個人の意気によるという説がある。田沢香菜子、加藤周一、金沢道夫、神奈川投資校、ハーフコーン型漁道におけるモニタリング調査について。 http://soil.en.a.u-tokyo.ac.jp://jsidr-e/.sar-pdfs//09/09008-17.pdf2012 年11月13日閲覧。ありがとうございます。